廃止法案が対案だと言って胸張ってる民進党ってアホじゃないかと思いますね。本当にあのねアホですよ、アホ。あのね、あ、アホはダメですか。じゃあ嘘つきって言ったらいいんですか。嘘つき、嘘つき、嘘、嘘を塗り、嘘を重ねてるって、なんか山尾委員が、山尾さんが、山尾政調会長がなんか昨日本会、昨日本会議で嘘つきって10回ぐらい言ってました。嘘はいいんですか。嘘はで、アホはダメなんですかね。え、委員長ちょっとこれ理事会で検討してください。これちょっとどういう言葉が、足立委員に申し上げます。ご発言につきましては、良識の範囲内で、また議題に沿って、質疑をお願いをしたいと思います。委員長、こんな政党は本当にね、もう国会の本当、もう本当になんていうのかな、もう本当に日本の国会の恥ですよね、恥。嘘つき、アホ、ね、バカ、もうどうしようもない政党です。足立委員には先ほど、お前という男は嘘、それに暴言、あたいは許さない、腹へ。オイラは足立を許せない、俺の回し蹴り受けてもだ。足立、お前という男は嘘、それに暴言、あたいは許さない、腹へ。オイラは足立を許せない、俺の回し蹴り受けてみな。